取らなかんやろ、すごいね。やらなかんやろ、ちゃんとな。リーちゃんが1個目だわ。4勝してるぞ。リーちゃん1個目ね。12時になった。5400。で12時になってるでしょ、ナイス変わってない。みんなそういうことなんだよ。あえて昨日の引き継いだんだよ。ナイス押せない。昨日のナーボーのナイスをもらうんだよ。ナイスを増やすんじゃない、ナイスを下げるんだよ。世界地図あります。で今からちょっと頑張って引き継いで昨日のナイスを増やしていく、そして下げていく。これが秘策。これで追いつく。この4時間かなり大事。分かってくれる？賢い人は分かるよ。ちょっと電気消えたから一回入るよ。でこっから酔い覚ますよ。俺もちゃんとやるよ。ちゃんとやっていくよ。分かる。ただ酔ってただけじゃないぞ。ちゃんとやるよ。とりあえずミュートにして視聴者欄から消えるわ。 OK？ 消せるんだよ。ミュートにすると1分以上ミュートで視聴者数から俺消えるから雲隠れするよ。いいね。
ナーボの配信時間はあと何分で配信終わる？あいつ。うわ。30分で乾燥ね。そっからだわ。電気つかんぞ。電気つかん。なんやねここ。西成か？持たんな、西成。西成来たわ。西成来た。暑いって。外より暑いわ。西成来ました。日付変わったから世界地図をお願いしますね。しかもお風呂ついてないって部屋に。よし、とりあえず充電するよな。充電な。充電するよ。で、昨日のナイスを引き継げるのがたっぷりあるんだよ。で、今日のナイスを押せないじゃんって言ってる人、何が大事かって言ったら、昨日のナイスが大事なんですよ。で、俺も仕方ないから、今日は寝ずに夜までやるんで、この時にちょっと頑張って昨日のナイスで差を縮めるんで。で、昨日ナーボーに押したよっていう人が俺に入れ替えてくれたら効果抜群。なんとナイスが2倍になるんですよ。効果的には向こうが減ってこっちが増えるから効果的には抜群でしょ。2倍のナイスをもらえるから。でもね、そんなうまくはいかないんだよ。ナイスを乗り換えてくれるっていうのはなかなかうまくいかないけど、それをふわっちみんはそういうの多分好きだと思うんだよ。楽しんでみてほしい。1200あったのがひっくり返りますよ、この4時間で。ひっくり返してみないですか。ひっくり返る。面白半分で向こうに押したふわっちみんもいるはずだから見たいでしょ普通に。うん、面白いでしょ。で、その押してもらうがためにはやっぱ俺も頑張らなきゃいけないから。そう、エビゾーもしてるからこすくない。あ、ロビンソンさんからやす。で、それで起死回生に並ん でまずはモバイルバッテリー充電して回復する。回復します。セブンさんからナイスあります、はい、そのひっくり返った世界、面白い世界だよ。日付は変わって新しい時間は始まってるんだけど、ふわっちの時間は止まってるんだよ。セブンさんからナイス。セブンさん流してくれてんの。セブンさんの票はでかいよ。昨日の票だから。いや、セコイとかってそのサイトの機能をフル活用するのがそのサイトの配信者じゃない。違う、セコイんじゃなくて賢いんだよ普通に。俺はそう思うけどね。うん、抜け穴を使うっていうのはやっぱりふわっちを熟知してないとできないことだし、そこまで考えてやるのがやっぱふわっち配信者だと思うよ。で、やる使命もあるしね俺は。うん、
やる使命もあります、もちろん、うん、戦略だしね、うん、なかなかかからないっす、うん、こういうのも大事にしていこう。もう眠いとかそういう言い訳はもう主張はしようとは思ってない。俺は勝つために何をすべきかで、マジでちょっとがっかりしてしまった人は酔いながらも絶対にこの作戦だけは忘れなかった俺、そこはちょっと見直してほしいかな。諦めてないってこと、ただ酒飲んでいい気持ちになってたわけじゃないんで、はい、秘策って言ってたのはこれであって、これでひっくり返そうと思って常に先を考えてます。うん、俺は絶対諦めないから。なんで最低？連投してるんだよ、うん、とりあえず最低って連投しとこうかなみたいな、頭の悪いやつよ、ね、頭いい人は俺の作戦わかるでしょ、理解できるでしょ、うん、頑張ってねって言ってた。ちょっとセブン遊んでるんだ、うん、まあオワコンだしね、セブン、配信者とかじゃなくて俺たちで頑張ろうよリスナーさんね、うん、最低っていいよ、うん、毎日頑張ってるしさ俺たちで、これでやっていけるからさ、うん、別に他の配信者がこのナイスの争いでいろいろ遊んだりとかそれは自由だよ。ぶっちゃけどうでもいいんだよセブンなんて、はっきり言えばね。で俺が4年前セブンさんはすごい人気で、本当だったらセブンさんがこうやって戦っていけないといけない存在だよ、俺みたいに後から配信してるやつに抜かれてね、そんなことをちゃちゃ入れて遊んでて恥ずかしいと思わないの？俺はそう思いますよ、うん、とりあえず充電がなくなったのをまず充電をすぐ、昨日接触不良だったからと思って確認しないと、ね、うん、接触不良だね、これができてしづらいの、ね、点滅しないとダメなのかな、点滅してないもんね、点滅してない、なんで点滅しない、これなんで点滅しない、なんで点滅しない、なんで？なんで点滅しない、接触が悪いのかな、こうもなくなったな、2つ完了で、これをしないとしないといけないから、どうしようか、ちょっとみんな明日の準備していい、とりあえずごめんね、うん、で頑張って昨日の分のナイス、時は止まってない作戦、うん、時は止まってないんだよ、
昨日と今日が同時に動いてる。ランキングを常にチラチラ見てみて、チラチラランキング、より01が好き。ごめんね、なんか頼りがいなくて。これで充電はできてる。これを充電しないといけないかな。2つは使ってないんだよね。漏電してるかもな。充電してこれを、あ、これも使ったのか。結構使ってんな。3つ半使ってんな。3つ半はだいぶ使ってるわ。4つできたはず。充電コードがないな。ディスしてるね。何に対して。嘘はとやめてみよう。言い過ぎちゃうから今。モバイルバッテリーでどれぐらいで溜まるんだ、だいたい。6時間とか6時間、4時間で溜まる、いっぱいになる。それはないんじゃないか。よし、容量によるでしょ。これなんで止まるの、扇風機。扇風機が壊れた？扇風機壊れた？5500、ナイスアリアンス。それできた？オッケー。ゾウさん、ゾウさんを連れてきた。20倍。うん、10個で出してほしかったら20倍。やばい、この送風機が壊れたら俺配信できなくなっちゃう。やばい、送風機が壊れたかもしれん。なんでだ。やばいやばいやばい、外歩けなくなる。まっ、こんな気持ちいい。え、なんで負けてるの。まだわかんないじゃん、1ヶ月経つまで。なんでこれ。うん、先は長いよ。今日何日ですか。今日は
まだ8日か。とりあえず10日が締めなんだよね。ってことは日付変わって8日でしょ。であと3日だね。テロップ変えて OK。 テロップ変えて、いや必死ですよ。逆にさ、ナイスでもイベントでも必死にやってない方がおかしいよね。必死にやらないと。そうでしょ。土日でナイスもちょっと変わるかも。で、差し入れなんで禁止かって言ったら、もう例えばタバコの差し入れでこんだけあるんですよ。で、これも結構かさばるでしょ。もうリュックがね、入らないんですよ。もうこんだけさりげなく、もうもらえないんですよ。これありがたいんだよ、本当。政治家です。リュケツくん、行っておいで。リュケツくん、リュケツくん流してあげて。だから、あと飲み物とかももう自分で買えるしね。だからリアトツ禁止じゃなくて差し入れ禁止。お疲れ様。で、明日は山越えもあるからね。山越え、うん、リアトツ来るの。いや結構来たよね。結構地味に来るよ。チラチラ見てる人は全然来ないなと思うかもしれないけど、結構ね、地味にね、来てくれてますよ。いや、ありがたいことにね。じゃあね、そういう人のために。で、明日金曜日でしょ。まあ、じゃあ各種ね、一応日頃の感謝の気持ちを込めてステッカーはね、最低限無料で配ってますんで、ちょっと各種ね、紹介していきますね。各種じゃあ僕の髪の毛がある時の01です。はい、まず1で2です。これシャリツブくんだね。アイコンのお米なんです。お米のシャリツブくん。で、1、2で、3です。01組です、ステッカー。はい、4、これブラックで、これ5ですね。01組で、結構人気どころのやつでもう数が少ないのが、あのこの T シャツステッカー、これがね、もう数が少ないです、はい、で適当に配ってるんですけど、一応これが人気ある。これがね、結構人気。まだありがとう。人気がね、あるんですよ。で、確かもうなかったっけな。で、もう一つ、うん、これはね、あんまあげないやつ。好きじゃない、漏れてないとかな、ブサイクだから。これはね、あんまちょっとあげてない、誰にもあげてない。なんか感じ悪いじゃん、うん、一番いいじゃん。これはもうあげてない、うん、これ眠らしてるっていう感じで、まあ各種あるんで、まあ日頃応援してくれてるんで、まあ合言葉作っとくわ。全種くださいっていう人には全種類あげます。じゃあ、はい、もうあれなんでね、こんなの持っててもあれなんで、はい、全種くださいって言って、全部ね、あれなんで、
毎日ありがとうございます。毎日でこれが一応届ってるんで、はい、全然ね来てください。電子ください。はい。でちょっと今日これもらったんだよ。これやっていい？なんか財布に入れとくとミニだからないです。あれです。これ財布に入れとくと iPhone を探すみたいな感じで財布をなくした時に携帯から探せるらしいです。うん。エアータグこれ差し入れでリスナーさんに BM 乗ったね。あ持ってる？BM もらった。あれパンダは BM 乗った人にもらったんで、うん、でちなみにこの01組ステッカーはリスナーさんが作ってくれて誕生日プレゼントでくれました。あの代金は払わなくていいってことで、はい、全部やってくれました、うん、これはね、まあ一応言っとくね。まあ、リスナーさんに支えられてるんで全部作ってもらってて好意で、うん、あの例えばこのステッカーもねラブリンっていうたまにいるでしょコメント欄に、その人が手作りで作ってるんで、手作りなんかこの跡あるでしょ、あの手作りで多分自分でプリントかなんかしてカッターで切るかなんかしてね、だからすごいやっぱゼロリスの気持ちがこもってる一枚一枚ね、うん、愛なんだよ、うん、ね、あのうちのリスナーさんってもう俺って別に金あるじゃんそれなりに、でも金じゃなくてやっぱ気持ちで応援してるんだよ、で俺も結構気持ちで配信してるじゃん、でまあ成立してるんですよ、はい、気持ちと気持ちでね、うん、あ世界地図ありますよ。最近まあ僕を知った人はね、そのナーボーが好きだから嫌いとかじゃなくて普通に仲良くしてほしいかな、でうちのリスナーさんも争ってるからナーボー嫌いとかじゃなくて、ナーボーさんはね、あの俺も尊敬してる配信者なんで、うん、嫌いになる必要なんてないからね、うん、今はちょっと争ってるから俺もいろいろ言うけど、まあ、今だけなんで、うん、そのアンチとかになったらダメだよなと、うん、別にお互い悪くないし、うん、うん、お互い様言ってるだけなんで、うん、だって俺もそれなりに配信やってる方じゃん、まあ、特にふわっちでは、うん、それで勝てないって尊敬でしかないよね、イベントでも何でもそうだけど、うん、自分もこれだけやってるからね、うん、マンスリー1位まあね、ナイスも1位も強いからね、うん、っていう感じで大人ぼやしです。まあ時が止まってるんでね、ナーボーのナイスを僕にくれたら2増えます、効果抜群なんで6200で終了。なるほど、うん、そこいくらちょっとあんま言えないけど西成にワープしました。うん、2って何？ナーボーのナイスを俺に乗り換えれば1増えるんじゃなくて向こうが減るから2増えるんだよ、うん、そういう計算になるでしょ、1減って2増えるから、
だから差が2縮まるんだよね、うん、イメージ的には。で昨日は終わってるけど、昨日が終わってない世界なんだよね、この配信。